はい、それじゃあですね、基本の釣り方について説明をしてみたいと思います。基本はですね、やっぱり流す時間というのがありますね。で、毛針を打ってからおおむね3秒間を目処に流す。ここでしたら毛針打ちました。1、2、3、そしたらもうピックアップします。打ちました。1、2、3。魚はですね、この 1、2、3 秒の間にまず出ます。食い気のあるやつ、魚は3秒間の間に出てきます。ですから、3秒でもうピックアップします。出なければまたすぐ打ち返すんですね。3秒流して打ち返す。1、2、3。それでも打ち返します。それをじゃあ何回繰り返すのかということです。だいたい私はです、3回というふうに考えています。3秒間を3回、ほぼ同じところ3回流してみます。それでも出なければもうここは出ない、いるかもしれないけども出ないというふうに判断するんですね。それをずっといろんなポイントで3秒間3回ここも流しました。2秒2回目、3回目、これぐらいでも打ち返していきます。あ、出ないな、いやちょっと打ち返します。1、2、あ、出ないな。そしたら今度はここを打ちましょう。ちょっと上打ちます。1、あ、出ないな。2、3、あ、出ない。そしたらまたポイントをちょっと変えて3秒間ぐらい、まあ、こんなテンポですね。テンポとしてはこんなテンポです。粘らないですね。本当に食い気のあるのは3秒以内で出てくるんですね。これは魚の習性です。見つけて追っかけて食うというのを3秒以内でやってます。ですから何回もですね、長い間流さないのが大事ですね。じゃあここでした、ここで来た、ただこれここももうここでピックアップです。出なければピックアップ、あ、もう一回ですね。あ、出ない、あ、出ないな。じゃあちょっと場所を変えましょうということで次のポイントに行きます。じゃあここでやってみましょうということで、これ3秒間だいたい3回ぐらい流したら次のポイントに行きます。基本は3秒間をでほとんどないところ3回流す。ただしこれは基本の基本ですね。もちろん状況によっていつもこればっかではありません。例えばもっと長い間、それから長いたくさんの回数流すってこともあります。増水している、少し水が高い、魚の活性がない、そういうようなところ特には、もっとですね、流すこともあります。逆に言ったらですね、1回でということもあります。魚は大体ですね、活性があるときは1投目でこう出てくるんですね。それはもう魚はもう餌取りがほとんどの仕事ですから、ですから本当に餌取り1回目のところで出る。だから本当に1回目に集中する。ほとんどいいポイントに入れば大体魚は1投目で出ます。ですから集中するのは1投目、1投目に集中する。それをまあ3回繰り返す。そしたら場所を変えて、じゃあ次の場所に行きましょうみたいな形でですね、次から次にポイントを変えていきます。いるかもしれないけども出ない、そしたら見切ってしまうということですね。見切ってしまう、そこをテンポよく出ないのに何回も何回も流している。これはやっぱり時間がもったいないですし、他のポイントをするチャンスをなくします。ですからテンポよく3秒3回ぐらいをめどに、3秒3回をめどにすると基本はそれでいいと思います。まあ長い経験からですね、これが一番効率よく釣れる魚との出会いを増やす、そういう、まあテンポだというふうに考えています。